遅いわね。どうしたのかしら。まったく仕方ありませんわね。ちょっと見てきますわ。遅れてごめんなさい。ずらごめんなさい。大遅刻ですわよ、あなたたち。今日は14時から屋上でダンスレッスンと決めたはずでしょう。ごめんなさい。準備で毎日忙しいのは私にもよくわかりますが、スケジュール管理は日常生活の基本。怠れば困るのは自分だけではないのですよ。まあまあダイヤ、そのくらいでね。ルビーちゃんと花丸ちゃんはストレッチやっちゃって。体はもう温まってるだろうけど、一応ね。はい。大丈夫？息すごく乱れてる。いいよいいよ、気にしないで。私こそ先に行っちゃってごめんね。学校の中迷わなかった？よかった。それがちょっと心配だったんだ。いいよ、むしろ一緒に踊る。さあ皆さん、ダンスのフォーメーションを一度確認しますわよ。集まってください。はい、そこまで。10分休憩にしましょう。はあ、疲れた。Thank you。 タオルふわふわで気持ちいいわ。ありがとう。悪いね、なんだかいいように使っちゃってるみたいで。開始のズレは改善傾向、ただし終了時のズレがやや大きくなっている。敬語でなくて構いませんわよ。私はそんなに厳しそうに見えるでしょうか。先ほども遅刻を注意するためとはいえ、少々きつく言ってしまいましたし。はあ、ありがとうございます。そう言っていただけると心が軽くなりますわ。レッスンの記録ですわ。ご覧になりますか？記録することで歌やダンスの制作期間を把握できれば、現在の自分たちの力量や次回のスケジュールを割り振る時の目安にできます。体調については基本は自己管理ですが、他人だからこそ感じ取れる異変もあるでしょうから、注意するに越したことはありませんわ。あなたは、あなたはステージに上がりたいとは思わないのですか？勘違いなさらないでくださいませね。仲間をサポートしたいというあなたの気持ちを疑っているのではありませんわ。ただスクールアイドルに関わる身なら、自分自身がライトを浴びたいと思うこともあるのではないかと。そうなのですか？そうですか。虹ヶ崎の皆さんはあなたのような方に恵まれて幸せですわね。
街も一気にお祭りムードが強くなってきたね。私もそわそわしちゃって、どこに行くにもつい小走りに。今朝はそれで転びそうになってたわね。ルビーちゃんたちが考えてくれたハッピもすっごく素敵なデザインだったよ。ありがとう。ルビーも早くみんなに来てもらいたいな。おかげさまで健全なデザインに落ち着いたずら。今回は仕方なく妥協してやったわ。ヨハネの寛大さに感謝するのね。楽しいことが始まる前って不思議な感じがするよね。ドキドキワクワクするけど、ちょっぴり怖いような。マリーも本番が来る前に期待のボルテージがバーニングしそうよ。これが嵐の前のなんとやらってやつね。